この部屋をね、綺麗にリフォームしてペット部屋にするんでね、それまでちょっと散らかった状態なんですけどね、この部屋をペット部屋でリフォームしちゃいます。なんせ犬が8匹、ウサギが3羽、亀が1匹、猫が3匹いてるんでね、いろいろと大変で、リフォームするにしてもね、まだ欲しいのか、まあ、うん、リフォームしますんでね、綺麗にね、それまでの辛抱をしてください。また綺麗にリフォームしたらね、この部屋をもっとどんどん移していきたいなと思ってるんでね、今汚いんでね、だからあまり映したくないんで、リフォームしてペット部屋が完成したらね、映していきますんで、それまでのご辛抱をお待ちください。ペットちゃんたちは大好きなんでね。楽しみにしてくださいね。僕も楽しみにしてるんで、ここの部屋のリフォームをね、きれいにペット部屋に変わるのがね、楽しみなんで。痛い痛い、なんで噛むねん。じゃあねー。